遊びここまででしょうか。よっしゃ、サンボと俺はどっちが強いか、そろそろ決めようじゃないか。おい、おい、いつもボコボコにしまってよいつもボコボコされてるから、あの違う意味で、一人でやってんのにこいつずっと勝ちようから。そろそろもうね、はっきりしようや本人やね、今回本人だから言い訳できねえな今回負けても勝っても言い訳できねえからよし、見ろよこの俺右手、紫色だぞ俺の右手が紫色に燃えとんねんでまあまずはちょっと固定調べですよ。行け牛沢、スペシャルカードも もちろん全部ありで、全部あり、何でもあり、スペシャルカードも行くぞ俺たちは。久しぶりだこのチーム、めっちゃ久しぶりに出したよこのチームな、強すぎてあんま使ってない牛沢チームで勝負や。行くぜレベル5。あんま詳しくないから、いや詳しくないのはわかるよ、わかるけど、それでもマスターダブルスキャンはあそこまでピンポイントに行ける人はいないけどね。だから奇跡にしても2回ほとんどさ、偶然ほとんど正解だったもん。あれはすごいよ、あれは何度でも褒めるよ。お前やってたなって、根拠はお前やってた片鱗がちょこちょこ来んだもんやってた片鱗ちょこちょこ来んだけど、やべえあいつ強者だ。あっ、モンマスでして、モンマスで来るかの、あたえ与えやすい、はい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 、状態以上成功率ね、状態以上の成功率か、あるよある、さすがさすが、その種類があるというのをよう知っとんな、さすがだわ。状態以上の成功率っていうのは結構少なくて、あの上げれるのが、上げ幅は分からんし、あとは大きいサイズのやつや、覚えてないけど例えばレジェンドにあるミルドラースは状態時の効果アップかつ HP アップ、あ、ごめん操作してないから、あのレジェンドのミルドラース、レジェンドまで行ってもらって、ミルドラースにすると HP250 プラス状態上アップになる、プラス押してみ、そっからプラス、うん、ほら一番左上にいいじゃん、 あいつが状態上成功率アップ、命中率アップしない。だから甘い息を避けられる可能性がある。そいつ。色が一瞬で分かんない。だから甘い息だから避けられる可能性はあるよ。命中率じゃないから今度は。避けられる可能性はあるけど、状態上が成功しやすいのはミルドラス。まあ、やるか。オッケー。いいだろう。相手にとって不足はない。おい、13分くらいかかってんぞ。あんた13分くらいかかってたぞ。見せてもらおうじゃないか。あー。いいよ、相手にとって不足はねえ。よかった、デンタリッチじゃねえのかよ。デンタリッチじゃねえのかよ。お、いいね、相手にとって不足はないわ、その HP。モンスターがさらにパワーアップしたぞ。やったことないって。いや、絶対、嘘ボケや、そんな、めちゃくちゃやって。いろいろ知りすぎてる。気が知りすぎてるんだよ。俺が知りすぎてんだ。どうしよっかな、一旦目。この並びは、そうだな、甘い気がな、甘い気なんだよな、その甘い気が怖えな。牛沢がね、甘い気には強いんだよ。ただはっ、はい、早くないか、まあ、デンタはしょうがない、あ、溜めてないわ、溜めてなかったね。牛沢がね、絶対眠りには強いからね。このウッシーは全部ね、眠りに強いから、ラリフォーマー以外は。さあ行け、オッケー、当てた、おい、あー寝ないか、さすがに寝ないか、全然流やんな、 OK、 まあ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 、1体寝たらトントンでしょ。 OKOKOK、 よし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 、押さえてる、デンタサウルス、こっちがデンタからね、むしろ俺たちがデンタサウルスだから、はい、いいよ、いいよむしろさ、しおちゃん俺がデンタダブ使ってんだけどそうや、よくよく考えたら俺がデンタダブ使ってんだよ、逆にデンタダブほんと勝ってえなあいつあー、マイキー連出してくる、そうやってほら、デンタはしょうがないデンタはしょうがない、デンタはそこに立ってればいいわ、うん、オッケー、いいダメージだ、結構まとまってたな、
デンタ牛様行け。オッケー当てたー、しっかりだろ。起きてる、いけ。おらー怖いな、怖いな。おしよしよしよし、大丈夫大丈夫、勝てる勝てる、このままいけや、まあ、順々にいけば勝てますよ。オッケー、よしよし、はい、勝ちか、俺勝てるんじゃないかな。まあまあまあ、牛田はちょっと強すぎたか。あら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 ちょっと強すぎた。あら眠っている。スペシャルカード使うが。白熱のバトルです。あれ使ってないの、スペシャルカード。使うよスペシャルカード、こっち使うよ。あ、もうボコボコするよ。そもそも何があるのかわからん。あ、プラス押したら、まあ、ダメージぐらいは簡単に出せるかな。100終わるぞ、終わるぞ。おき、あ、まあ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 、なんかイワンちゃん勇気たまりそうで怖いんだけど。怖い怖い怖い、勇気たまりそうだな、なんか勇気たまるな、これ。あ、待て待て待て、これでなんかね、デンタが生きた。おっと、勇気止めないのかい。あ、忘れそうだ。おーおい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 、勇気ためないなら勝ってたんじゃねえか、これ。デンタが気合いたまったらやばいぞ。お前勇気貯めたら勝ってたんじゃない。あ、俺あんだけ添えてさ。あ、あ、処刑、はい、処刑、処刑確定です。あ、そっちの勝ちであれや、見に行けばいけ、全員にフルするしかね。嘘嘘嘘、本当に甘い息を吐いた。なんでこんな寝るのさ。これウッシーが外したらワンチャン。待って、これウッシーが外したら負けじゃねえ、俺。なんかそんな気がしてきた。これウッシー外したら俺負けんじゃねえ。なんかエラー君がすんねんけど、大丈夫かな。あ、あ、当たっちゃったか。勝ったわ。ユキさん待ってたわ、こっちも。なんだ、相打ちだったわ。総裁で終わる。総裁で終わるんか。もうマスターやでね。スペシャルカードじゃあ。でもなしやとね、偉いミディアムだよ、基本的に。スペカなしにするか、じゃあ。スペカなしにしよう。スペカなしやろ。ちょっと本気でいこう。そろそろ本気出すわ。あ、でも、ちょっと遊んでもいいけどね。いや、ここはもう、じゃあ、もう普通に勝つわ、じゃあ。俺の象徴みたいなパーティー出したるわ。結構中パイで。結構な中パリックで。俺といえばキスコだよ。まあ、僕といえばキスコですよ。ああ、行きますよ、私勇者で。でかいな。ね、行くぞドラゴンキッズ、コードランキスコ。これはもう俺の中の鉄板だから。超鉄板パーティー。何が来ても戦える。で、一個しかないもんだって。あ、お前。だからそれ選べば絶対自動的にそうなの。どうしよっかな。いいね、優しいアタック、いいじゃん。しおちゃんらしいわ。あ、ちょっと待って。え、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。おぉ。ちょっと待って。それ、メタってない？メタってないですか？何メタってんの？メタるなよ！おい、俺のパーティーいきなりメタられた。キスコが俺のパーティーのキスコとコノラってそういや、そうだよな、みたいな。おい、何メタってんだよ。竜神盾とか使用率低いからさ。竜神盾とか使用率低いもん、誰も使わねえもん。普通に考えたら。ちょっと待って、マジでさ。ドラゴンに対してそんなもん来てくんのやめて。ド
ドラゴンに対してそういうもん来てくる君。あーこれきついかもな。なんかさ、職業ってさ、職系ってなんか基本的にグッドスタッフになりがちやでさ、あの基本的にいいもの詰めになりやすいでさ、ボスとマジ？まあいいけど、これは別にいいよ。なんかさ、グッドスタッフになりがちじゃない？職業ってあんま迷ったイメージないんだよね。まあ強いやつ入れるイメージしかないから、性能が高い、単体性能が高いモンスターばっかり入れる印象あるからね。なんか職業系ってのは、なんかあんま迷ったことない。モンマスはクソほど迷うけど、出血系なんかもとりあえずこれ入れときゃいいでしょみたいな感じだからな。勇者なんて全然困らんわ。ちょっと疑惑浮かぶのやめえ。疑惑が出てくるが。あ、相性ある。確かに懐かしい。800分の1やな。なるほどね。 HP すごいな。お互いこれ削り切る方が難しくなってきたな。お互い HP の高いチームだ。まあ相性的にはね、結構パーティー相性的にはいい感じになったかもね。これそっちがね意外と目立ってくんなかったわ。本当はね、うん、あれやるといいんやろ、ドラゴンキラー系の。あのね、そんなんされたら俺負けだから。うん、お前ドラゴンキラー持ってきたら切れるよ俺。俺ら切れるよ。なるほど。3357っすか。まあいいでしょう。やろっか。優しいアタック怖えな。ワンチャンロマン。いやマジでロマンあるね。ライトニングですもそこそこ強いしね。もう一つの方も意外と安定はしてるからな。さあ行こうか。この相手的に打つ技はただ一つやな。キスコ次第かな。これうちはキスコ次第かもしれん。うちが勝てるかどうかは。キスコさん頼むぜ。うわ、もうちょっと待って、都合的に私に当たくるんだろあいつ。誰早い。お、行きますか。こちらも中パターンでね。行くぜ、甘くいるぜ。はい、せーの、はい。ボストロール入れてくれて、そっちにボストロール入れたのが早いんだろ。ボストロール入れたのが、それこっちに行くよ。はい、ボストロール狙わせてもらいますよ、そりゃ。さあ、キスコ、お前が大事だ。主人公に行くなよ。オッケー、そいつなら大丈夫。かなり、ま、一パーやろ、お前。メタドラ一パーじゃなかったっけ。おい、お前どないなってんの。オッケー、完璧。一パーのメタルが避けるとかやめてほしいんやけど。私やったら怖いな。怖い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 、やめて。おっしゃ、あ、オッケー、これでかいな。キスコ、はい、こっちも一パー。あれ、キスコも一パー、おかしいな。キスコも一パーなんでね。あ、大丈夫、絶対大丈夫だ。メタキンのサテです、私。はい。お互いすごいね。なんかまず一パーずつが、一パー同士が受けたり、ね、キスコとメタドラが受けた。お互いまず一パー目はいい感じだね。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ。私やだ、怖いな。一発でセンクなのからね。しゅうちゃん喉元を狙ったりとか、本能どうだ。グズだ。うおー。オッケー。キスコちゃん次第だ、本当に。キスコはちゃんとやってくればいいんだけど。これちゃんとメタルだね。オッケー。完璧。勝ってんね。圧倒的に勝ってるぞ。おい。おい、しゅうちゃん、ちょっと待って。圧倒的に今勝ってんだけど。はい。ちょっと待って、これ。今のところ、俺らノーダメージなんだけど。おい、俺らノーダメージだぞ。開始だぞ、そのうち。ほら、おい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 。何これ、ちょっと圧倒的だぞ、おい。あ、そうそう、何、強弱、なんか、上下反転するか。どっちが上かはっきりしたなったんじゃん、これ。無駄無駄。通行の俺、座れる。座れるさ、そら。お、このままいただきましょう。このままいただきますよ、ちょっと。投げ払うになったでしょ。ついに、もう、いよいよ。もう遅い。行くぜ、コドラ。あー、ボサルになっちゃうか。あ、キスコで終わりか。え？
主人公そいつだよな。キスコだからな。あでも負けた。2回当たれば勝ち。1回当たれば勝ちや。あ勝ったわ。ちょっと待ってこれ。圧倒的、圧倒的だな。ボストロが勝ったな。やっぱ狙われとった。いや主人公どうなんですか。ボストロそれいたら吸うからね。でうちらみんな賢いからね。コトランもキスコ以外は。キスコはあのアリスなんだけど、まあキスコ1回行けたからいいよ。キスコ1パーで避けたくていいよ。まあいいや、そっちのメタドラも1パーで避けたから。シュウちゃん懐かしいアタック食らわんだわ。夜の妄想ではいっぱい優しいアタック食らっとる妄想してんだけどさ、食らわんだわ。ゲーム世界でははっきりしたな。こうやって言った後のさ、反応がおもしろいんやけど。